時は戦国時代、秀吉が恐れ、武士たちが憧れた武将、恵比寿吉和にとっくり、ガーボー藤里。あれ、誰やねん。あの前田利家とつながり深く、二家を合わせると約170万石、徳川家康に対抗できる最強勢力の男である。いや、その割に前田じゃねえか。わし40で死んだからさ。あら、判明は偉人になりにくいもんな。ちなみにキリシタン大名である。あと、わしの娘の旦那やで。なあ息子よ。何、ならお前も悪魔みたいな性格なのかよ。気楽に好きなように生きてますよ。エビス吉和勝って、俺ってダメだなって思いながら頑張ってますよ。だからエビス吉和勝って。さあ、ガモウジナドの人生に迫ります。生まれは大井、滋賀県南部、蒲生郡日野で誕生。当時は織田信長が天下統一へ向け大躍進を遂げる中、織田家の傘下に下るのが蒲生氏。そしてその人質に送られたのが蒲生氏里だ。おい、行くぞ人質。投げんなこれ、話せこれ、ぶん殴るぞこれ。え、あの人質やば。信長は小将たちを集めて会議を開いた。わしは天才で本当は神です。第六天魔王とも言います。私は神様の世界の天才でもあります。なので将軍も追放しちゃいます。しかしあまりの自慢話で生徒はうとうと。しかしそんな中で目がギンギンビンビン、鋭い質問を繰り返している子がいました。はい、神なんていないと思います。わし神やけど、てかあの時のガキやん、目つぶさすぎ、質問もキレキレ、ただものやないで。ドキン。こうして信長は若きガモウジ里にときめき、自分の娘をめたらした。さらに超絶お気に入りのメンバーになったのだ。信長神セブン入りです。こうして信長の下で着々と成長したガモウジ里は戦でも大活躍、部下にも超絶慕われていた。ウジ里さんのおかげで今回の戦も余裕ですね。ああ、せやな。で、三発垂れとるがな。リーダーなのに常に前線で戦い、勇猛なやり方でキングダム進化よ、下っ端かてめえは、という意見もあった。いや君、一応大将だから無理はあかんよ。いや、私のポリシーは陣頭指揮ですから。説明しよう。陣頭指揮とは、指揮官が先陣の先頭に立って取る指揮、つまり組織の管理職の立場にある者が現場に赴いて直接に指示を下すことだ。つまり安心安全の後ろから指示するのじゃなく、俺についてこいってやり方よ。へへー、リスクも承知です。お、さすがじゃないか。せーい。バチクソ上げる男、部下が戦で怯えていた時の話。おめえら何しょげてんねん、元気出せこれ。戦怖いカエル、やめんなこれ。おめえらあの軍を見ろ、生蔵の兜をつけて常に戦闘を進む者がいる、その者に負けぬ動きをいたせと神断武士に伝えた。すると生蔵の兜の男は敵を切って切って切りまくって常に最前線で戦っていた。あの人ヤバすぎ。ふん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 。あ、やべ。恵比寿吉和、ガモウジ里やねん。軍事のカリスマは最前線で常に自分が戦い続けることでそれを示した。さらにガモウ領付近の一揆で心が沈んでいる部下たちがいた時は素っ裸で鎧をつけていた。戦にも寒さにも負けるな。ふわふわ、玉のユーモアも軍事のカリスマのやり方なのだ。そしてガモウ軍団もなんと服を脱ぎ鎧を着ていた。士気は爆上がりしたのであった。ガモウ殿、
いやー、一気お疲れ様です。しかし裸は寒いですな。こんな日はお風呂や。ほんまですね。さあお風呂や。あー気持ちいい。最高、気持ちいい。ふふ、湯加減はいかがですか。いや今日は格別にいいね。今夜の風呂当番は誰や。おメタルで。どうも僕です。え、恵比寿吉和。だからガモウジサトやねん。これはガモウ家のガモウ風呂といった、お金や土地に変えられないお前となったんだ。自慢なのかよ。もちろん自慢だ。このガモウ風呂の接待で直接部下をねぎらい感謝を伝え、最高に優しすぎる上司だから、みんなはガモウ風呂入ったとどやっていたわけだ。おい、本当に目的は部下の癒しだよな。なあなあバカ野郎、当たり前だろ。下心ゼロ、部下とのコミュニケーションだ。ぶん殴るぞてめえ。その通り、下心なんてゼロやで。氏里は分からんが、戦国時代は武士の男色は名誉だったとかなんとか。ちなみに森蘭丸は信長のだよ。センスの塊ガモ氏里は戦の才能だけでなく、ある才能が抜群だぞ。ある才能、なんと茶の天才千利休の弟子の一人だ。利休私鉄の一人なのだ。利休私鉄、天才茶人の伝説の七人のメンバーです。文武両道だから、上司の秀吉からの評価も抜群ってわけで、会津に領地をもらい国高2倍になった時の話だ。ガモ氏里は泣いたんだ。なんでやねん、嬉し泣きかよ。嬉し泣きじゃなかった、ガモ氏里は暴れていた。なんでやねん、なんでやねん。どうなされました。わし警戒されてんねん。そう、会津は中央から少し離れた遠隔地、もう中央で働けん、中央で活躍できへんと思って泣いていたのだ。ふっ、優秀すぎて外に弾かれました。しかし、会津の隣は伊達政宗、さらに徳川領地も目の前だからこそ会津を任せたとも言われてるよ。おい、それお前ガモン氏里にビビって遠くに飛ばしたわけじゃないよな。そうですよ、当たり前じゃないですか。安心してください、秀吉はガモンの強さにビビって遠くに飛ばしたわけではありませんでした。信長のお気に入り、秀吉をビビらせる大活躍してギラギラしていたガモン氏里は、39になったある日、無敵の笑顔でラスメディア知りたい、そのミネツデレア。1595年病に倒れた、直腸癌と言われる。あっさりだね、病気が一番の敵だな。そして自世の句を残した、限りあれば深めの花は散るもの、心短き春の山嵐。花も人もいずれは散るものなのに、なぜそうもせがすように花の山嵐は吹くというのか。氏里は死ぬ間際に風に吹かれて散る花を見て、自分と被せたんだろう、運命に急がされ花も自分も散るのかと。さらに不幸は続く、天才が儲けは安泰と思われていたのだが、すぐに、なんでやねん、カリスマのトップで持っていた家の最後だ。クセモノ揃え、最強だったカリスマの家の結末はこんなもんだよ。ははは、そりゃそうやで、わししかあんな頭のいかれた連中扱いきれへんからな。いく、恐ろしいや。ガモウジサトが生きていたらと考える卑弥呼でした。お前優しい男なんやな。しかも自分の直轄領まで削って部下にあげてるんやろ。聞いたぜ。おい、クビになった部下も帰参させるしな。帰参とは、感動されて家を出た者が許され親元へ帰ることだよ。おい、その代わり軍旗にはくっそ厳しい。抜け書きや幸運を乱した奴は即刻処罰です。少しでもか。ダメ、メリハリすごすぎ。だからガモ軍団は規律正しい最強軍団だったんだ。経営部隊だな。うん、メリハリつけるのはとてもいいよ。メリハリをつけると集中するべき部分と手を抜ける部分がはっきり分けられ、時間の使い方が上手になり、全体的に容量も良くなり、結果目の前の作業をよりスムーズに続けられ、生産性も自然とアップ。メリハリつける前と比べてもより
効率よく結果を出しやすくなるぞ。はい、真面目か。ってことでまた来週。関連動画は概要欄だよ。概要欄から見てね。概要欄から関連動画あり。あたしひみこ。Sorry.